よし、皆さん、久しぶりですよね。ザ・グッズ・ザ・ナイト。今日のレビューは、友達が貸してもらったあのレンジャーグリーンのスピリティス・システムズ、Mark 5、マイクロチェストリグ Mark 5、それと、このザ・スティング2のマイクロから普通のチェストリグのちょっと円柱を大きくなるのためのレビューですよね。確かにこのセットアップは、友達のセットアップは確かに僕のスタイルはよく違うんですけど、でも確かになんかいろいろがやってるのことがめっちゃいい感じですから、ちょっとビデオ作らないといけないと。日本にさ、本物のスピリティスはちょっと珍しいですから、このいろいろの何が違うのをちょっと確認したい。 それとか The Thing 1とか The Thing 2使ったことないですよね。でも昔にはマイクロファイトのマーク3プラス2は今の5で、もう3がよく使ってたと大体悪くないと思ってた。そのヘイリー D3CRM、 ヘイリーのタイプはそのインサートがあるからマガジン交換ともっとカチンと取られないになる。このイラスティックだけのタイプで、時々取りづらいと取りやすいの時もあると、手でもしだったらパローンゴロゴロとかマガジンが落ちることもあるから、エラスティックはちょっと普通でしょね。でもこのタイプのスタイルアップデートがよくめっちゃ面白いのことがあるから、ちょっとレビューしないといけない。それとかその TMC とかエマソンのレプリカが絶対出るから、本物をちょっと見てみろ。とりあえずこの Mark 5、いつも通り取れるでしょうね。取れるか、あ、取れないのかな。確かにこのセッティングすれば取れるがちょっと難しいになるでしょうね。この種類、スイングは黒とカーティブラウンだけの色があるから、めっちゃパウチがいっぱいつけてると。そのマテリアルはこのテグリスの、テグリスはこのフリップナブボードにもよく書いてるのプラスチックみたいなやつ、ちょっと車のスタイルの、そのカーボンファイバーのスタイルけど、テグリスのプラスチックの硬いのマテリアル。それでパウチのサポートにするのためですよね。マガジン、パウチでは JSTA のパウチ、スピリティスオリジナル。それと、もう一つの何だっけ、あ、こっちのノート。ノートにさ、シェパード・アソシエイツ・スモール A41 のパウチにも、スピリティス似てるけど、やっぱりスピリティスのやつじゃないでしょうね。こっちにも、そのダングラパウチは、アジャライトの会社だと。このストラップにもカメラのチェストリグですよね。もうストラップにもなんだよね、フェローコンセプス、カナダ、昔カナダの会社のストラップで、このストラップは面白い。このなんとか簡単にコームリグにセットアップにできるとか、それも PTT のやつとかと、そのフェローの方でこのクリップが、そのなんだかクリップがそのままでないんですけど、このバックルみたいなやつ、それを一回取ってと交換すれば、とこのチェストリグは使いやすいでしょうね。このフリップボードも携帯とかいろいろやりやすい。でもこれより確かにブルーフォースギアのマガジンパッチは、自分のスタイルならそれが使おうと、それプラス3つのマガジンとかいろいろの使いやすいラスティックのやつでしょうね。この Mark 5の方はこっちで、レーザーカットがよく使ってるよね。ちょっといいかな、一回下がって、そのレーザーカットがあるから、この穴にも開いてる。確かにその、前のメディカルパウチ、ブリトタクティカル、ブリトタクティカル、カヨティタクティカルのストンプパウチ、そのメディカルパウチはこのレーザーカットがよく使ってるから、それでバンジーストラップが使いやすい。前と後ろにもあるから、そのバンジーストラップに使ったら、そのイラスティックの落ちるの問題がそのままで直せると思います。このエクステンドがあるから、このパウチは中にもそのマジックテープが入ってるから、それでマガジンに入れたらちょっと追加分にできると。まだ前にはパウチ使いやすいですよね。その方でスイング2は悪くないと思うんですけど、まだまだいろいろの問題がまだちょっとあるんでしょうね。じゃあ一回外して、よいしょ、こっちのレーザーカットのやつ、前と後ろもよくあるし、この取れないのせいは、こっちのクリップは、この中にやつ、こっちに入れないと使えないみたいのを感じるから、これが入れて、後でバックルに入れて、とも、
これが取れるけど、こっちの前にはできないみたいですよね。ちょっと普通のに、こっちにもスピリタスシステムズ、こっちもスピリタスシステムズ、J スターパウチ。これはそのマーキングが全然ないですよね。こっちは簡単クリップにできた TRD のマイクロコード。めっちゃ便利なやつですよね。メディカルのやつ、ないですよね。じゃあ後ろに見たら、ちょっとわかりやすいのザスイング2。こっちの方でテグリスがよく見える、これがちょっとアチキュレーションのマウンティングポイントがあります。これが悪くない。これが確かに好きでしょうね。この普通のいい感じのパウチ系の、ちょっとだけの問題は、このラジオパウチ。ラジオパウチが確かに便利ですけど、このマテリアルのシートと無線機があれて、この横の骨がめっちゃブワーの感じるが出るから、何も入れてないと問題ないと思うんですけど、確かに無線機とか何か入れたらちょっと使いづらいになるですよね。もうもしかしてポンポンがもうちょっと大きくと、それやスペースがあればあまり問題ないと思うけど、普通の人はこれがちょっと使いづらいですよね。よく細いの人にもすぐに骨がぶつかるからちょっと大変ですよね。テグリスはめっちゃいい。それパウチはこれ1、2、2つのところが入ってるから、1、2、3、3つぐらいの普通のパウチで使いやすいですよね。3つからもう1つ、真ん中には1つからよくできるので、そのテイクリストが入ってるけど、これがまだめっちゃ動きやすいですよね。あ、そう、テイクリストは横からばっかり、それはパウチのサポーターなんだから、腰サポーターみたいな感じるでしょうね。と先月はそのまでその追加のスペース、これとこれだけでしょうね。これがなかったら、まだ普通の Mac5 になるでしょうね。Mac5 大体このサイズ。みんなが前のマイクロファイトを使ったことあるの人は、サイズ大体わかるでしょうね。お前のやつは、前のやつは2つのパウチがあった。前と後ろのパウチ。それでマガジンをまだロックできるから、ブルーフォースギアの方がもうちょっと使いやすいという色を交換のできるから、このデザインがやっぱりめっちゃいいアップグレードと思います。マイクロチェストリグはめっちゃ簡単なレビューですから、下にはちょっとだけのマテリアルあるので、マガジンがもう見えるのところもあるし、このレーザーカットから、これを前の、ちゃんとなんとかマジックテープが入ってるから、パッチがめっちゃ使いやすいのところですよね。こっちにはバンジーでマガジン逃げられないと、大体その感じ。こっちには友達の、なんとか、まだ海兵隊の友達から、フィールド行くときにナイフ持たないこといけないのためでしょうね。では大体そんな感じでしょうね。いろいろのマイクロチェストリグはいっぱいの交換できるのことがよくあるし、アップグレードのところ。100% スピルダス使うの人もよくいるんですけど、ちょっとだけスピルタスの使うの人もいますよね。それとか、このマガジンポーチは、マガジンポーチが分かりやすいけど、無線機のポーチはマガジンよりちょっと大きいですよね。確かに無線機の方が使ってもいいと思うんですよね。でも僕の方で、僕には、マイクロチェストリグ、あまり好きじゃないですけど、スピルタスが大体悪くないけど、そのめっちゃ大きくの、LBT とかの大きいのチェストリグ、このパウチが交換できないのスタイルがもうちょっと好きですよね。ちょっと使いやすいと、その前のジッパーのタイプが外やすいとか、履きやすいとか、めっちゃいいことと思います。リブは大体そのままですよね。レプリカがもう出てるがわからないんですけど、この本物のタイプが、やっぱりめっちゃ強いのマテリアル、いっぱい使ってると破れないと思います。じゃあ今日のレビューは大体そのままで、このめっちゃいいことですよね。僕は使えないけど、確かに友達に、友達貸してもらったからやっぱりありがとうので、このレビュー作るのために黒と茶色だけと、このレンジャーグリーンもよく好きの色から。じゃあレビューは大体そのままで、質問あればコメントによろしくお願いしますと。またビデオを作るわ。もう次はもっと楽しいのことがあるので、こっちが見えないのところでも、そのレビューがめっちゃ楽しみ。これも作るの楽しかったんですけど、じゃあ面白いのやつでしょうね。じゃあ皆さん、今日のビデオ
見てたので、ありがとうございます。と明日か明後日にまたビデオを作るはずね。日本語のビデオも作りが楽しいですけど、いや確かに英語よりよく言葉考えない、覚えないとちょっとやりづらいでしたね。でも日本語のバージョンも作れること楽しいですよね。じゃあお疲れ様です。また後でね。確かにちょっとこれ持ったらちょっと重くになる。でも確かにこのパッチがめっちゃ便利、メディカルとかいろいろ使いやすいのもの。じゃあ皆さんお疲れ様です。じゃあ今度のビデオね、よろしくお願いします。ヒゲ。